以前の西出口上りホーム下りホーム県内最古級の建物財産標高両駅は兵庫県姫路市高寺町中屋にある西日本旅客鉄道版単線の駅である。単式2面2線のホームを持つ交換設備を備えた地上駅である。有人駅舎は1番乗り場側にあり、2番乗り場との間は古線橋で連絡している。有人駅舎に付けられた建物財産表には、 明治27年8月と記されている。2017年に、それまで、兵庫県最古であった山陽本線運営駅の駅舎が、共用停止されて、以降は、同年地区である鶴井駅とともに、兵庫県最古の駅舎となっている。配線上は一番乗り場を上下本線とした一線スルーとなっており、特急、浜風は両方向とも一番乗り場を通過していく。 停車列車も行き違いがない場合は、両方向とも一番乗り場に停車する。緑の窓口が設置されている。駅業務は2005年4月1日に、JR 直営から JR 西日本福知山、メンテックに業務委託されたが、2021年7月1日より、JR 西日本交通サービスに移管された。福崎駅が当駅を管理する。駅を出て、すぐのところに、 キオスクがあったが、2016年1月20日限り、営業を終了した。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。なお、以前は2番乗り場の反対側に3番乗り場が存在し、かつて特急の対比に使われていたが、長らく使用停止状態だった。河川、線路は2015年12月に撤去され、 2016年3月27日から西改札口及び自転車駐輪場として使用されている。上りは毎時2本が発車する。下りは寺前後が毎時一本、副先止まりが毎時一本が発車する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫検討警署によると、 2016年度の1日平均乗車人員は1557人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。